はい、皆さんこんにちはでございます。ジョジョの奇妙な冒険スターダストシューターズを実況していこうかなと思います。よろしくお願いします。ということで、まあ私はいつも、ジョジョダイヤモンドレコード DR の方を実況を主にしているんですが、SS の方でですね、まあ今週ついに5部のアニメがスタートするわけなんですけども、ちょっと早めにですね、5部のキャラ、まあ、ジョルノ・ジョバーナ等が実装されたよということで、まあ、皆さんから多くの声をいただきまして、 SS やらないんですかとか、 SS やってくださいという声がすごく、Twitter とか、まあ、動画のコメント等、生放送とかで、ありましたので、まあ、ちょっと手を出してみようかなと思って、まあ、ちょっと先日から始めていました。実はね、みんなには内緒にしてたんですけども、はい。で、まあ、これ35個で、ガチャが引けるんですけども、その1回目のガチャがですね、ちょっと動画がうまく撮れてなくて、まあ、キラヨシカゲが当たったよって、これめっちゃ強いらしいのめちゃめちゃ強いらしくて、はい、まあ、よかったかなと思います。で、 SS どんなゲームって、まあ、もうみんな知ってるかな、おはじきゲームですね。まあ、簡単に言えばモンストみたいな感じかなと思っていただければ簡単で、まあ、それに、ジョジョの、ね、要素が加わったっていう感じで、すごくお手軽で、まあ、分かりやすいゲームなんですけども、こう育成とかがどんどん難しかったりとか、まあ、いろいろあるんで、そこら辺もね、おいおい動画とかに出していけたらなと、まあ、皆さんの方が多分詳しいんで、あんまり深い話はしなくてもいいかなと思います。まあ、この SS に関してはシリーズ化するか分かりません。前回というか、私の方のチャンネルでは動画2本ぐらい出てるんですが、まあ、今非公開にしてますけども、また新たに、ちょこちょこ、まあ、なんていうんですか、その動画メインというよりかは、まあ、暇つぶし程度にやる形なので、そんなにこのイベントが出たからやるっていう形にはならないような気がしますね、今のところ。はい、まあ、多くの声をいただいたら、ちょっとまたそのイベントとかでまた動画出したりとかできたらいいかなと思っております。ということで、早速なんですけども、明日までかな、ジョルノ・ジョバーナの超降臨ガシャを引いていこうかなと思います。これ必死に貯めました。35、なかなかね、ガチャがたまらないんで、今ストーリーを必死こいてやってますが、はい。で、何のキャラがいいっていうことなんですけど、まあ、ジョルノ・ジョバーナが一番欲しいんですが、実際ですね、あんまり強さがわからないという状態らしいです。なんでかっていうと、ジョルノ・ジョバーナさんは、まあ、今回その実装されて新しく属性が出たんですけども、金属性っていう、その金属性なので、今、まあ、そのジョルノ・ジョバーナしかまだ金属性がいないし、これから、まあ、評価されていくキャラクターっていうことで、今実際、まあ、ステータス的には強いらしいんですけども、あんまり使えるステージがまだないというか、うん、あんまりないらしくて、ならまだ他のね、今の強いキャラクターとかを使ってた方がいいっていう話がちらほらありましたね。ですが、せっかく実装されたんでありましたら、引くしかないでしょうということで、はい、やっていきます。今回はちゃんと動画撮れていてほしいんですが、やっていきましょう。一発勝負です。これ、いまだにちょっとね、まだ分かってないんですよね。これ、何？7回プラス2ってことなのかな。で、確定、ピックアップユニットは確定ということで、やっていきましょう。はい。なんかレインボーになればいいらしいです。まあ、そりゃそっかっていう話なんですけども。欲しいですね。ジョルノ・ジョバーナ。来ますでしょうか。これは普通、SR かな。ここら辺とかどうすればいいんだろう。今、ボックスがたくさんいっぱいなんで。青も SR。やっぱこの DR と違って、漫画の原画っていうのかなをまんま使ってるんで、まあ、ファンからしたらすごく嬉しいんじゃないかなと思います。で、ボイスが入ってるのは、なんか入ってるキャラと入っていないキャラがいるらしくて、 DR は大体ほとんど入ってると思うんですけども、まあ、DR もちょっと今ね、いろいろゲームシステムが変わって、多くの方が SS に流れちゃったっていうのもあるんで、まあ、そこら辺をね、私も狙って新たなファンを獲得していこうかなとは思っておりますが、亀をよろしくお願いします。さあ、リサリサ先生、赤とか関係ないんだろうね。マッシュボーイ、やっぱ金、グレーフライ SR のみなんですけども、大丈夫でしょうか。ここからプラス2もらえるってこと。
これでおしまい？もしかして爆死？あ、こっからですね。で、これで確定ということかな。確定じゃないんだ。で、ラスト1？もう一回あるよね。あ、終わった。爆死、爆死。はい、ということで、無事爆死しました。SSR が出なかったですね。まあ、今持っているのは、まあ、もらえたやつもあるんですけども、まあ、キラヨシカゲさんが強いということで、まあ、とりあえず今、苦労するステージとかはまだやってないので、ストーリーモードばっかりやってるんで、特にないかなと思うんですが、まあ、これからどんどんやっていくうちに、やっぱ強キャラとかも必要になってくるのかなと思います。まあ、またね、こっちょこっちょ貯めていって、また超降臨とかに、ババッと引けたらいいかなと思います。まあ、全然ね、ちょっと私も分かってないところが多くて、ほんとつい最近始めて、あ、こうなんだ、ああなんだっていう、こう、ね、やっていく感じなので、右も左も分かってないんで、まあ、これもね、また、ライブ配信動画できたらやっていこうかなと思いますので、その時はまた皆さん遊びに来てくれたら嬉しいです。ということで、今回は、ジョジョ SS、私、始めましたという動画でした。ご視聴ありがとうございます。よかったらグッドボタン、チャンネル登録等よろしくお願いします。バイバーイ。